はい、酒好きな新潟人の飲酒とは、今回もまだビールです。札幌の、欧州四大セレクション、ウィンナー。ウィンナーか。ウィンナーではなく、ウィンナーですかね。小さいイですね。ウィンナー、ミュンヒナー、ドムトムンダー、ピルスナー。欧州四大ビールとして親しまれる伝統的なビールシリーズです。おー、限定醸造。これ確か、どこで買ったんだっけ？あ、コンビニだな。オーストリア、ウィーン発祥のビールスタイル。香ばしく香るウィーンモルトによる赤みがかった色と香ばしい味わいが特徴です。グラスに注いで色合いや香りの違いを感じながらお楽しみください。これあれですね。サントリーの、なんだっけ。クラフトセレクトシリーズじゃん。だったっけ。なんだっけ。あれに似てるな。なんとか。アルコール度数5.5%。原材料が麦芽とホップ。です。ねえ、だって、なんだっけ。ゴールデンエールとか前飲んだけど。あれに似てるよね。サントリー。なんだっけ？何シリーズだったっけ？だってウィンナー、ミュンヒナー、ドルトムンダー、ピルスナーでしょ？あ、これ4つしかないけど、あっちはほら、結構いろいろあったけど、サントリーの方がね。もう9種類ぐらい出てるんちゃうか？確か。クラフトセレクトシリーズか。そう、クラフトセレクトシリーズ。ね。クラフトセレクトシリーズですね。もう新しいの出たっぽいな。クラフトセレクト。アンバーエール。これ結構出てるからね。これはいいんじゃないでしょうか。と思いますけどね。動画では関係ないんだけど、アンバーエールか。12月の15日発売だからもう発売してるな。また新しいの発売か。2種類も発売ですね。まあいいや。それじゃあ乾杯。10月13日よりセブン&アイグループ限定発売だって。結構昔に買ったやつだな、これ。10月13日か。ってことは、しかも限定上等だから。かなり、もう今売ってないんじゃないか。ん？これうまいな。あ、うま、これ。あ、これうまい。これうまいわ。ん？これうまいな。なんか、香ばしい。めっちゃ香ばしい。香りが、すげえ、香ばしくって。味は、いや、別に普通のビールっぽい。普通の、色はこう、茶色っぽいけど、黒ビールってほどあれもないし、苦味もないし。でも苦いは苦いんだけど、そのほろ苦さっていうのがないっていうか。香ばしさっていうか。香ばしさがそんなに。ないですね。香ばしさっていうか、何なんだろう。いや、これは香ばしさなのか。なんていうか、黒ビール。まあ、一応黒ビールなのかな。でも、麦の香りすごいな。
欧州四大ビール第3弾。ウィンナー。第3弾って、もう3弾目？俺、1弾と2弾飲んでないんだけど。オーストリア・ウィーンで発祥したウィーンモルトは赤みがかかったなんとかかとか、まろやかなコクが特徴的なビールだって。セブンイレブン、イトーヨーカドー、ヨークマート、ヨークベニマルなどで売ってるらしい。嘘？俺これ第1弾と第2弾飲んでねえよ。嘘。なんでいきなり第3弾とか抜かすの？嘘、俺飲んでねえんだけど、第1弾と第2弾。いつ発売したんだよ、これ。嘘だ。欧州四大ビール。札幌。6月30日。嘘、これ飲んでねえし。6月30日にドルトムンダーっての出てたらしいですね。うわ、飲んでね。普通に飲んでね。嘘、俺セブンイレブンよく行くどころか1週間に2回ぐらい行くんだけど、こんなの見かけたことないぞ、俺。マジで。こんなの知らんわ。これは知らん。こんなの見たことないわ。ラベル。黄色と黒の。こんなラベル見たことないわ。はぁ？マジっすか。あ、これ見たことある。ミュンヒナ・デュンゲル。デュンケル。これ飲んだな。ドルトムンダーは飲んでねえわ。ミュンヒナ・デュンケルは確か飲んだ。よね。確か俺見たことある。これは見たな。ミュンヒナ。自分の動画をググるという。あ、飲んでる飲んでる。飲んでますね。あー、これのシリーズか。でもドルトムンダーは飲んでないですね。6月30日発売だったみたいですけど。見たこともねえわ。あ、でもこれうめえな。これ美味しいな。ちょっと苦めの、いい感じの苦さと、そこまで苦くなくて、すっげえ、麦の香りなのか、麦の香りっていうか、がブワーっとするね。香りすげえぜ。うん。これはうまい。これは久々に美味しい。久々っていうか。関係ないけど、ウィンナーコーヒーってあるじゃないですか。俺、どういう意味なのかさっぱりわからなくて。ウィンナーコーヒーって。どうやらあれは、ウィンナーコーヒーは、まあ、そもそも喫茶店に行かないんでわかんないんですけど、飲んだこともない。頼んだこと一回もないんですけど、ウィンナーが入ってるコーヒーではなかったようです。うん、なんかクリームがホイップされたらしい、ね。びっくりした。ウィンナーコーヒーでググったら本当にウィンナーが入ってるコーヒーが出てきたから、いいと思ったけど。いわゆる、そう、コーラフロート的な、コーヒーフロート的なものみたいですね。まあ、あれは、コーヒーフロートはあれか。アイスだけど。アイスっていうか、アイスクリーム。を乗せたやつですけど、ウィンナーコーヒーは、いわゆる生クリームですね。あ、米田コーヒー。米田コーヒーの、に売ってんのか。米田コーヒー、クッソ高いからな。はっきり言わせてもらうと、俺、米田コーヒー大嫌いでもないんだけど、
あれまずいと思うんだけど、俺だけなのかな。米田コーヒーって行ったことありますか？最近結構新潟でもよくあるんですけど、新潟にある、喫茶店なんですけど、一回行ってとりあえず確か普通のブレンドコーヒーだから飲んだんですよ。まずい。コーヒーであそこまで値段500円ぐらいするんですよ。米田コーヒーって。クソ高いくせに、クソ高いっていうか、クソでもないけど、高い分際で、あれね、値段あそこまでするのにね、あの値段でね、あの味はね、ひどいと思ったね。俺結構コーヒーは、まあ、飲んではいるから、割とわかるんだけど、マジで、普通に、そこら辺家でドリップしたのよか、多分まずい。なんか見た目がね、米田コーヒーすっげえ洒落てるから、うまそうに感じるんだけど、ブレンドコーヒーが420円。ウィンナーコーヒーが490円。ね、これたったこれだけの、しかもちっちゃいんですよ。割と。俺、確か飲んだのが、たっぷりのでかいバージョンの、でかいやつだったんですけど、ブレンドコーヒーみたいな。そう、たっぷりブレンドコーヒー。これね、520円で、容量が2倍ぐらいのやつ。普通のやつ、マジでちっちゃいから。これはないわ。スタバの方が多分10倍ぐらいうまいですよ。はっきり。スタバはあれはうまいのはわかる。あれはね、うまいです。確かに。すげえ苦い。スタバはね、苦い。うん。って言うても、まあ、スタバもほとんど行かないんですけど。まあ、俺はもっぱらセブンイレブンの、コーヒーで済ますっていうか。あれ美味しいんだよ、本当に。セブンイレブンのコーヒーってあれ、豆売られてないんですよ。だから、あそこしか頼めないんで、スタバとかだったら買えるんでいいんですけど、あれ売ってないからね。あれ、なんかググったところによるとすげえ高いの使われてるらしいです。あれ原価すげえ高いらしい。スタバぐらい、同等レベルぐらいのコーヒー使ってるらしいから。まあ俺個人的におすすめなのは、セブンイレブンのアイスコーヒーですね。冬でも俺アイスコーヒー飲むから。あれうまい。アイスコーヒーはね、セブンイレブンのアイスコーヒーめちゃくちゃうまい、あれ。レジ横にあるやつね。あれのね、アイスコーヒー、ホットコーヒーもね、美味しいんだけどね。ただね、アイスコーヒーの方がね、断然美味しい。3倍ぐらいうまい。なんでなんだろう。わかんないけど。とにかくうまい。のはわかる。そうだね。ただ、スタバの方美味しいですよ。スタバの方は美味しいとは思うけど、スタバはね、味がなんかね、苦さがすげえ際立ってるね。うん。でも、米田コーヒーで飲むんだったら、普通に自分で、俺自分で豆引くんですけど、引くっていうか、豆のやつ買ってきて、ミルで引いて飲んですけど、それの方が多分まだ美味しいレベル。これはまずい、はっきり言って。はっきり言ってまずい。噂によると2チャンネルの情報ですけど、米田コーヒーってなんかすげえ、コーヒーがね、なんかペットボトルみたいなでっかいのにね、大量にね、入ってるやつで、そこから継ぐらしいです。噂によると。つまり、新鮮さもクソもないってことです。普通豆から引いて、セブンイレブンだってそうでしょ。普通豆から引いて、その、引き立てのものを使うからこそうまいんですよ。コーヒーは。だからまあ、普通さ、喫茶店とかまあコーヒー売ってる。ね、コーヒーにちょっとでもこだわりあるんだったらやっぱ引き立てでしょ。もうさらに言っちゃうと入りたて引き立てですよ。
入りたてとかはよいいんだけど、自分でひいってとかもしたいけど、ちょっとなーってなるから、まあいいかなと思うけど。でもスタバ美味しいっすよ。俺の評価だとね、まあ関係なく、あの酒の動画でこんなこと言うのもあれだけど、まあ5つ星評価だと、スタバ5つ星、セブンイレブン4つ星。でね、コメダコーヒーは、2つ星だな。うん。あれはもう全然ダメ。全然まずい。うん。1つ星が缶コーヒー。一つ星は缶コーヒー、そこら辺に売ってる缶コーヒーかな。うん、まあ多分そんなもんだ。で、自分で引いたのが三つ星、自分でドリップするのが三つ星ってぐらいかな。ああ、そんな感じのあのランキングです。全く関係ないですけど、コメダコーヒーはね、あのただコメダコーヒーには一つだけうまいものがあって、デザートに、あの、白ノワールっていうのがあるんですけど、これが美味しいんですよ。パイ生地に、あの、クリームをピャピャって乗っけて、で、あと、なんか、なんだこれ。あの、シロップみたいなのをピャーってかけて、食べるんですけど。いわゆる、うん。そういうやつ。名物ですね。これ美味しい。これはうまいな。あ、クリームじゃねえな、これ。あ、アイスクリーム、ソフトクリームをね、あの、パイ生地に、ピャーって上に乗ってるんですけど。あの、ソフトクリームが冷たいじゃないですか。で、あの、パイ生地があったかいんで、その差がね、あってまたそれがうまいっていうパターン。これ美味しいんだよ、白のは。俺、これ食べたくて行ったけど、うまかったし。でもね、うん、まあいいか。まあまあまあ。もうはっきり言って、コメダコーヒーははっきり言って、あの、コーヒー、コメダコーヒー店って書いてあるけどね、あの、あれはコメダシノノワール店ですよ。ほとんど。ああ。はっきり言って、シロノワールのために行くんであって、これコーヒーを頼むとこれダメですね。2の人間はね、シロノワールと、何飲もうかな。そこら辺のなんか、うん。紅茶でも飲めばいいんじゃない？紅茶とか。紅茶でいいんじゃないか。紅茶かシナモンティー。あ、シナモンティーなんて俺飲んだことないわ。このなんかスティックみたいなの入ってる。シナモンが入ってる。これ俺飲んだことないですね。シナモンティーって。これ飲んでみたいな。シナモンって俺知らないもんな。シナモンシュガーみたいなのは食ったことあるけど。あの、ふりかけみたいなやつ。これはマジでね、ひどいですよ。米田コーヒー店の、あの、コーヒーは本当に美味しくない。まあ、あの、飲んでみればわかると思います。本当にうまくねえか。俺一口でびっくりしたもん。なんだこれは。え、これコーヒー店だよねって。え、これコーヒー店の味っていう。これコーヒー店って書いてある店の味じゃねえよって。コーヒーの味じゃねえよと思った。あまりにもまずくて。コーヒーであそこまでまずいって、あの、言うのを缶コーヒーでさ、缶コーヒーは値段100円以下だからいいよ。うん。あれ400いくら取って、この味でさ、なんじゃこりゃと思ったもん。はっきり言って。びっくりしたよ。
あれは。4354です。ご視聴ありがとうございました。